箱根道門、箱根道門の市場、箱霊道門は、神奈川県足柄下郡箱根町湯本にある道門。箱根国道に位置したが道門を迂回する、箱根道門バイパスが整備されたため2014年に通行禁止となった。箱根道門は、長さ100.9メートル、福音6.3メートルの RC 構造、スノーシェット形式の道門である。 国道1号の箱根町東野沢地区では、大正末期から昭和初期にかけて湯坂山の斜面からの数回落石事故があり、死亡事故も発生したことから落石防止策が設置された。しかし、当期に湯坂山山腹は凍結して、大石の落下があったため1931年に箱根洞門が建設された。東京箱根間往復大学駅伝競争の コース上にあることでも知られた。しかし、2005年に、台風で道門の高校付近で崩落が発生し、通行止めになった。また従来から道門内車道付近も5.8メートルと、狭く、大型バスのすれ違いが困難で、慢性的な渋滞が発生することも問題になっていた。そのため2007年から早川に、箱峰もみじ橋、 箱峰桜橋と命名された橋の建設を含めた道門迂回バイパスの建設工事が始まり2014年2月7日をもって箱礼道門は共用を終了通行禁止となりフェンスが設置された箱礼道門のデザインは箱根を訪れる欧米人を意識して中国の王宮をイメージしている2005年に旭橋や千歳橋とともに 箱根地区国道1号の橋梁、同門として、平成17年度土木学会戦勝土木遺産に登録された。2015年に国の重要文化財に指定。2020年5月、スプレーによる落書きが28カ所に発見され、小田原警察署が、器物損壊や文化財保護法違反の疑いで調べている。ABCDEFGHIJ 土木。 学会戦小土木遺産箱例、同門建設マネジメント技術2012年12月号、2020年5月11日、閲覧 ABCDEFGH 箱根の、十分に落書き箱例同門28箇所、連休中被害化、東京新聞、2020年5月11日閲覧。ありがとうございます。